増税メガネこと現岸田首相の北朝鮮訪問が突然報じられました。何を思ってのことなのか、謎です。帰ってこなくてもいいのに、なんて声もちらほら聞こえますね。そんな中、日本の F3 戦闘機開発に注目が集まっています。2030年には、初号機の製造開始という情報も入ってきました。今回は、日本、イギリス、イタリア3カ国での開発加速と2035年の非凡 F3 戦闘機完成予定について見ていきます。2035年から退役予定となっている F2 戦闘機の後継戦闘機の開発については、2020年10月に三菱重工業が主幹になって、7社、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、NEC が参画して進められてきました。しかし、単独での戦闘機開発の経験が乏しいというより、ほとんどない日本だけで次世代戦闘機を開発するのは、かなりの困難があると予想されていました。そこで、戦闘機開発の最新技術を持っている海外企業との技術連携が必要となったのです。協力企業として挙げられていたのは、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社です。この3社の中では、すでに空自に導入されている F-35 ライトニング2や世界最強と、定評のある F-2 にラプターなど第5世代ステルス戦闘機を開発した実績があり、F-2 戦闘機の土台となった F-16 ファイティングファルコンの開発元ロッキード・マーティンが技術提携先として最有力視されていました。2020年12月には、ロッキード・マーティンにほぼ決定されました。さらに、次期戦闘機テンペスト開発を進めていた BAE システムズやロールス・ロイスなども、共同開発を進めているレーダーやエンジンなどと同軸協力を依頼する方針ということが報道されていたのです。しかし、問題がありました。ロッキードとの技術提携には、F-22 や F-35 製造で培われたステルス技術が活用されるだろうと期待が寄せられましたが、かつて、同社の F-16 を土台として開発した F-2 戦闘機のシステムの心臓部の情報がブラックボックス化されたため、アメリカ側の了承なく日本が回収できないという弊害が生じたのです。次期戦闘機に関しても、同様の状況が懸念されたというわけです。一方、イギリスは、ユーロファイタータイフーンの後継機種として、イタリア・スウェーデンと共に、次期戦闘機テンペストの共同開発を進め、ヨーロッパの次期戦闘機の座を、フランス、ドイツ、スペインの共同開発による FCAS と争っていました。イギリスは、テンペストの開発費用確保と経費削減を狙って、テンペストと同時期に、次期戦闘機の収益を目指している日本に接近したとみられますし、日本は、ロッキード・マーティンとの技術提携を不安視していたので、両社の思惑が合致したわけです。このため、2022年5月政府関係者は、日本が、これまでの方針を大きく転換し、海外の開発支援企業をロッキード・マーティンから BAE システムズに変更する意向であると明らかにしました。この方針転換の背景については、軍事評論家などが理由を推理しているようです。アメリカでは、第6世代戦闘機の開発計画が進んでいないので、ロッキード・マーティンの関心も低く、技術提携に乗り気でなかったということ、次期戦闘機との連携度が高くなかったことなどです。次期戦闘機の開発時期が、イギリスのテンペストとほぼ重なる上に、レーダーやミサイルなどの装備品分野でも、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることも理由とされるようです。2022年7月19日、イギリス政府は、日本とイタリアの3カ国の協力を強化し、次期戦闘機の共同開発を実施すると発表しました。日本とイギリスにイタリアが加わった理由は、テンペストの開発にイタリアが参加していたこと、イギリス政府は、日本とイタリア両国が、共に F-35 戦闘機を運用していること、過去に共同演習を実施していることなどを挙げました。さらに、8月14日、日本の政府関係者の複数は、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト開発計画を統合、共通の機体を開発する方向で最終調整に入ったことと、イタリアが参画することを公表しました。
2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、第6世代ジェット戦闘機の共同開発プログラム、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP を立ち上げました。同時に、共通のジェット戦闘機を共同開発して配備すること、2024年内に、各国や各企業の開発担当や費用などの詳細を決定、2030年に、初号機の製造をスタートし、2035年には納入するという工程を明らかにしたのです。GCAP に参加する企業を紹介します。日本は、主契約者が、三菱重工業、電子機器担当は三菱電機です。イギリスの主契約者は、BAE システムズで、エンジン開発担当はロールスロイス、ミサイル開発は、MBDA UK となります。イタリアの主契約者は、レオナルド S.PA で、イギリスで、ミサイル開発担当の子会社がある MBDA が、ミサイル開発に参画しています。なお、サウジアラビアが、GCAP に参画を希望していると、2023年8月11日、イギリスのファイナンシャルタイムズ紙がスクープとして報じました。岸田首相が、7月にサウジアラビアを訪問した際、参画への希望を伝えてとされますが、2024年2月時点で、サウジアラビアが GCAP に参画するという情報はありません。イスラエルによるガザ地区侵攻や、それに絡んだイエメンの風刺派による黄海での西側諸国の民間船舶攻撃などが影響しているのではないかとも推理されているようです。2023年9月、複数のメディアは、日本、イギリス、イタリアの各政府は、次期戦闘機開発を統率するための政府間組織を、2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じました。本部をイギリスに置き、組織のトップに日本人が就任する方向で調整されているとして、年内にも正式合意する見通しとも伝えています。同時に、この3カ国間で、本部の所在地などを盛り込んだ政府間組織創設に関する条約を締結する予定で、日本は来年の通常国会に条約案を提出し、採決する方針ということです。また、開発の中核となる三菱重工業とイギリスの BAE システムズ及びイタリアのレオナルド S.PA は、蒸気政府間組織の発注に基づき、機体設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるそうです。その JV の本社機能はイギリスに置き、初代トップはイタリア人が就任する方向とみられています。政府間組織と JV のトップは数年ごとに3カ国から交代するようです。交代することで人事と本部の所在地など形式上は3カ国のバランスを取った形にしたいのでしょう。日本では2つの組織の本部がイギリスに置かれるので、これまで掲げていた次期戦闘機を日本国内主導で開発するという前提に反するという指摘がされています。と言っても、戦闘機開発にかけては、イギリスに1日の長がありますし、開発に必要な技術を主要していますから、両組織の本部をイギリスに設置するのは妥当だという声もあるのです。イギリスが中心となって開発を進めてきたテンペストは、日本の次期戦闘機よりも進んでいたと思われます。企業や研究機関が、テンペスト開発のためにこれまでに結成したチームテンペストは、イギリス政府からの要求開発、製造コストを抑え、生産性、効率性、持続性を向上させる技術革新を満たすため、コンピュータ上で設計作業を行い、試験も、可能な限り、現実世界とコンピュータ上の仮想空間を融合させた XR、拡張現実で、シミュレーションするデジタルエンジニアリングを活用、製造までの工程を自動化する方針を公表しています。これによって、BAE システムズは、2020年、航空機開発、製造の拠点に、テンペストの開発、製造を行う、インダストリー 4.0 ファクトリーを開設しました。3D プリンターを活用して、部品を製造、試作品の展示を行っていることを考えると、このファクトリーのあるイギリスに、政府間組織と JV の本部が設置されるのは極めて合理的という見方が大勢のようですね。